ちは。末高さん、お久しぶりの発掘あるある選手です、はい、いい選手おるな、魅力あるわ。いますよね。まあ荒削りではあるけど、はい、まあ、将来はすごく楽しみだなっていう選手はいるな。そうですよね、うん、中でも今日は2人の選手をピックアップします、はい。セリーグから阪神から1人、そしてパリーグ西武から1人ということで、はい、まずはセリーグ阪神の桃崎、はい。桃崎葵選手、はい、2023年ドラフト4位、はい、もともと東海大相模から東海大附属の、うん、熊本の方の学校に行きまして、はい、ドラフト4位で阪神に、まあ、熊本出身だよな。そうですそうです、地元っていうことなんですけれども、ああパワフルだな、はい。18歳の時、まあ、俺が大学1年でしょ、はい、こんなに振れたかなと思ったら振れないよね。あ、そんな感じですか。しっかり縦振りで振るね。はい、見ましたか。大丈夫かね振りに行ったら戻されるでしょ。縦振りって大丈夫かなと思うんだけどそうですね、右にもライトオーバー打ってるのがあるんだけど、はい、あれもやっぱ見事に打ってるよね、うん、だから縦振り合ってるんだと思うよ。力もあるし、はい、体もしっかりしてるしね、うん、だからこれからもっともっと体もしっかりしてくるし、はい、パワーもついてくるっていうことを考えると、いや楽しみだな、こんな振りできるんだったら。ですよね、はい、178センチの77キロということで、はい、1年のもう県大会、春の県大会からベンチ入り、1年の秋からは3番ショートで、うん、もうレギュラーに定着していたと。そうだな、はい、いうことなんですけれども、まあ、阪神はもう、ね、ショートはな山田がいるから、はい、将来的には、はい、だからまあセカンドやってるみたいだけど、うん、もう将来の二遊間って言ったら楽しみやな。楽しみですよね、山田も桃崎二遊間みたいな、あ、新たなね阪神のこう出来上がる二遊間ですよね。まあそうだな、はい、それもし片や非力だけど片やパワフルだ、あのタイプかもね、違うだけでいいですよね。全然違うよ。で、目標とする選手、はい、原口選手。おお、ベテランの原口選手、はい、で守備面では木浪選手、おで、ただ打撃面ではやっぱり東海大相模の先輩にあたる森下選手に弟子入りしたいというふうに明かしていると。いや憧れてる原口にさ弟子入りしなさいよ森下選手だって。でも森下と似てるよ。でバッティング、バッティングが似てる。いやだから森下がこう成長しないことにはこう困るんだけども、はい、打ち方が似てるだけに、はい、森下があの打ち方でやっぱり結果を残さないと桃崎も直されるということだやばい、いやだからでも俺触ってほしくはないなと思うよね。縦振りでいいから、はい、それをこう確率よく自分のものにしてほしいなって思うぐらいの、はい、まあ、縦振りいい感じで打ってる、うん。まあ、現在はファームでちょっと2割ちょっと切るぐらいなところにいるんですけども、これからが楽しみな選手っていう。いやそれはまあ大学1年生と一緒だと、はい、うん、まあ、それ考えるとさ、ホームランを打っただけでもあすごいなと思うし、はい、これから の, その伸びしろというかさ、成長度っていうのは相当のものが俺はあると思うから、はい、まあ、頑張ってほしいなっていうふうには思うけど。そうですよね、まあ、あの高層種、はい、まあ、足もね、うん、やっぱそこそこ速いし、はい、まあ、これだけのパンチがあるんだったら肩も強いんだろうなっていうふうに思わせてくれるよね、はい、まあ、それ考えるとやっぱいいセカンドになってくるだろうなっていうふうに思う。いわゆるポスト中野選手っていう、まあ、そうだね。それとやっぱり右打ちっていうのが甲子園ではでかいよな。ああ、そっか、うん、まあ、順調にうまく育ってくれれば、はい、まあ、出てくるのもちょっと早いかなというふうには思うよ。楽しみですね。いや楽しみだよ、ここ数年の間に。いやいや本当に、あの一応魅力としてはやっぱり打つ方で輝きを放つ遊撃手、まあ、今はねセカンドもちろん阪神ではファームでやってます、うん、コンタクト能力が高くファーストスイングから強烈な打球を広角に弾き返すというところでまあそれはね、はい、いいことしか書かないよそう、あ、そうかそうかそうか。いやいやだけど間違いではない、間違いではない、間違いではない、うん、やっぱ大学1年生でこれだけのスイングができたら魅力があるし、はい、まあ、プロだからね、はい、それは もちろん魅力があって入ってきてるわけだけども、うん、高走種揃ってるっていうのがやっぱ一番の魅力だな、うん、そうですね、走行種、うん、やっぱ打つだけとかだったらさ、はい、やっぱ使いにくい選手になってくるけども、やっぱ高走種揃ってるんだったらやっぱすぐレギュラーでもいいぐらいの、はい、そんな感じだよね。 100m も5秒9とか、まあ、100m5 秒9だったら世界記録もいいと思う。あ、ちょっと違ってて、ね、もうね、筋肉、50m 骨とかバラバラになってるよすいません、そんな速いやつがいたら
もう世界的なニュースになってるからそうです、ここにいないですよね、多分いないと思う、すみません、隠し持ってるのかも分かんないけど、ね、足が、すみません、50メートル5秒9、そうそう、まあまあね、はい、5秒9って言ったら速いよな、そうですよね、うん、走力もある、ね、パンチ力もある、はい、まあ、そこそこバネも備えてるっていうことを考えると肩もそこそこ強いから、はい、まあ、甲子園という大きな球場ではね、まあ、セカンドやってやっぱり右側に守る人は肩が強くないといけないっていう、今はね、はい、だから三塁打だとか、まあ、そういうことも含めてカットマンプレーとか、はい、まあ、守備の方も任せてられるんだろうなと思う、想像がつくよ、お、うん、だから山田も上手いからね、うん、すごい二遊間が将来的には待ってるぜみたいな、楽しみですね、いや楽しみ楽しみ、さあもう一名は西武の外国人です、はい、ガルシアな、そうです、まだ育成なんですけれども、すごいよパワーは、ドミニカからやってきました、スイッチヒッターなんですよね、そうなんだよ、で198センチ、はい、115キロ、はい、で現在ファームでは2割2分1厘、まあ、打率はそこそこなんですが、はい、ホームラン3本、まあ、打席には86打席なんですけれども、ホームラン見ましたか？半端ないな、飛び方がすごかったですね、いやもうね、早くね、はい、これは、うん、あの育成から試合下にして、はい、もう上げた方がいいよ、うん、ほんでもうね、上で鳴らした方がいいよ、もう下じゃなくてですよね、いや、まあ、半端ないもん、パワーが、左はね、癖がそんなないんだけど、右はちょっとドア気味に出てくるな、うんうん、ちょっとね、こう出てくる、はい、いや魅力あるよ、そうです、ね、だから打てない打てないっていうんだったら、うん、もうスイッチでこれだけバットが振れて飛ばす能力があるんだったら相手だって怖いだろうし、はい、大柄な割には走れるんだよ、うん、実はそうなんです、ヤンキース傘下のマイナーにいたんですけれども、通算245試合に出場し46本塁打を記録、盗塁も43個、そう40-40だよ、ボディボディですよこれ、そうだよなんで上げないんですか、セーブ何をもともとしてるのかね、はい、まあ、打てないんだったら、打てない点が取れないっていうんだったら、うん、ワンチャンこういう人を置いときゃ、そうですよ、フォアボールも取れるだろうし、はい、当たったら飛んでいくからな、そうです、間違いない、なんか擦ったのがお前レフトに入ってんの、そうそうそう、ありましたね、あれみたいなびっくりしました、自分でも疑ってんだから、あら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 みたいな入っちゃったそうですよ、トレードでもらうよりもこういった選手を支配下ですぐに使った方が、いやいや、もう支配下にした方がいいって、もうですよね、この日も180メートル弾再現ということで、あのカブレラの再来というふうに言われてますけれども、本当にそこまでそんなのがあったら思うけど、ね、はい、でもさ、120メートル飛べば十分だから、そうです、入るわけですから、どこでも入るわけだから、まあ、ポストカブレラなんていうふうにも言われてますけれども、いや、ポストカブレラとかいうよりはもうね、うん、ガルシア、ガルシアなんだよ、で他と比べるからおかしくなるから、はい、もう比べなくていい、ガルシアと、ガルシアでいいんだよ、で右左スイッチっていうのも魅力だな、はい、だからもう2人いい選手がいるみたいなもんだから、パワーヒッターが、で今やっぱ西武っていうのは本当にホームラン打てるとか長距離打てるっていうバッター急防じゃないですか、ぴったりだし、いやぴったりだよ、走れる選手も欲しいじゃないですか、いや本当になんで外国人取ってきたんだっていや、ここいるじゃないかみたいな、コルデロとかアギラーとかいましたけど、いるよな、その3人の中でも一番可能性を感じる、うん、ですよね、そしたら上げた方がいいよ、もうだからなぜまだ支配下にもなってないのかちょっとまだ分からないんですよ、契約上なんかあんのかね、一刻も早くですよね、いやで そんな感じを思わせてくれるような魅力が集まった選手だよね、はい、ですよね、ただ実際ね、その映像でしか見てないし、はい、実際見たらちょっとものすごい荒削りになるのわからないけども、はい、まあ、それでも打った時のようなことがちょっとでも増えていったら本数だって増えていくわけでしょ、はい、率だって増えていくわけでしょ、はい、いや、そしたら可能性は俺はあると思うけどね、そうですよね、うん、今年の西武はやっぱりこれからのことを見据えてだったりなので、ああ、そう、もちろん、あの入れ替えとかしてやっぱり埋もれてる選手、はいはい、若手だったり選手をやっぱり一軍で使って成長させるっていう意味では、うんうん、適してるですよね、適してる、適してる、使ってあげて、うん、給料上げてあげて、モチベーション上げて、はい、来季からもっともっと打てるように、そうですよ、いや打てると思うよ、もしかすると本当来季本当4番打ってる可能性っていうのは十分あるですよね、うん、まあ、そのぐらいの逸材だよ、4番でスイッチってすごいですね、今いたんだねいましたね、人間バラにしてるパワーですよね、まあ、198で115なので180メートル弾だから、はい、すごいです、場合によっては大谷より飛ばすっていうことでしょ、そうです大谷の再現性をつけたら50発はいけますよっていうことでしょ、はい、なぜ見てたの、いや、まあまあ、だから見てないからね、直接はね、まあそうです、ね、まあまあ、だって相手だって2軍だけど、プロが見てるわけだから、はい、だからそこが判断してないわけだから、まだ、うん、
でも判断した方がいいと思う。もう濃く、もう早く、魅力は詰まり上げてる。そうですよね。桃崎とは、はい、ちょっと違った魅力だよね。ですよね。で前豊さんがそのヘルナンデス選手はやっぱりそのファームでの期間がなくてすぐにもう一軍交流戦で結果出した、逆にそこがなかったから良かったんじゃないかっていうパターンもあると話してたので、同じなのかな。いやもうね、多分ね、彼らなんかは環境に適すようにできてると思う、うんうん、やっぱハングリー精神も強いと思うんだよ、はい、一軍だったら一軍のレベルにボンポーンと突っ込んでやれみたいなことだったら、なんかこう自分で、うん、体感で感じながら俺もやっていけそうなタイムだというふうに思うけどね。ですよね、うん、だから変な色つけない方がいいんじゃないかと思うよ、うんうん、日本のピッチャー、いやお前上行ったらもうちょっとかわしてくるぞとか落としてくるぞとか、いやもう関係ないよ、もう落としてきたら落としてきたでも、うん、低めのギリギリでもホームランいけるよ、いけますよね。そうですね、ガルシア、そのぐらいのパワー感じるから、うん、楽しみだな。もう、ね、今のセーブだったら本当もしかして救世主になってくれる、ね、いやいやもうガルシアデビューさせますみたいなさ、ホームランも180弾打てますみたいな、はい、そんなことを打って少しでも集客しないと、うん、そうですね。いや本当にもうファンにね、なんか未来を見せてあげるよう、ね、な、いやそうそうそう、うん、まあ、その方がファンはね楽しみがあるし、うん、負けたとしても、うん、来年の希望が持てるからですよね、うん、でも持たせてくれるような魅力のある選手だよ、うん、ですよね。今ね、TikTok でも流行ってるあの西武生粋の吉本 の、 あの芸人さんもガルシアなんで出さないんだとか TikTok で作ってほしいなって。ああ、まあ、そうだね。そう、の方にちょっとそのガルシアで思い出したけど、はい、阪神の、はい、みえちゃんは やめたのか TikTok やってますやってる、仕事やってます。もういろんな外国人の選手のそれぞれ ね、まあ、ね、あの性格まあまああるけどね、はい、でもガルシアは本当に魅力が詰まってると思う。ですよね。だからもう早く見たいと思うし、はい、でそのガルシア一軍に上げたスタートで使いますって言ったらまずそれを俺は見に行くけど ね、そうですよね、まあ、そのぐらい魅力が詰まってる選手だし、確かにそれだけでもやっぱファンが、うん、じゃあ球場見に行こうかとか、まあそうだね、注目されますもんね。プロが見てるからね、それは。あ、まあまあ、まあ、判断は、まあ、西武球団がやるかもわからないけど、はい、まあ、魅力を早くね、ファンの方に披露しても、うん、いいんじゃないか。損ではないと思う。ですよね。まあ、今回の発掘あるある選手権、まあ、阪神からは桃崎蒼選手、はい、で西武はガルシアと選手というふうに、ちょっとね、即戦力にすぐなるパターンと、これからが楽しみっていう選手の2選手。いや、そんなに時間はかからないと思うよ、桃崎選手も。ここ何年かで出てきそうと。出てきそうだよ。なので、まあ、もちろんね、阪神ファンの方はね、あ、もう桃崎選手知ってるよって方も多いと思うんですけれども。いや、絶対知ってるよ、ファンは。ドラ呼んだし。そんなファンって言わないから。確かにね、確かに。プラス、他球団のファンでも、はい、あ、そういう選手が阪神にいるんだというふうに、ちょっとチェックしたり、例えば西武でね、ガルシア出てきたら、来た来た、カブレラの再現っていうふうに。カブレラいらないから。そう、ガルシア、ガルシアでいいんだよ。言ってもらえればね、いいなと思いますし、皆さんの、ね、知ってる、この選手、いつでもいい選手取り上げてほしいっていうね。はい、選手もコメント欄に書いていただけると、嬉しいです。はい。はい。